はい、こんにちは、竹島社長です。今日はね、メルセデスベンツですね。はい、ちょっとね、会社が2台連続で入ってきたんですけどね、まあ、ちょっとそんなにいい車ではないんですけどね。でちなみにこれは E320 のアバンギャルドでございます。はい、別に狙って言ってるわけじゃないんですけども、まあ、こちらもね、オークション出すまでの間、一応カーセンサーにね、上げとこうかなと思ってます。白でね、とっても上品な車だと思いますよ。まあ、サンルーフ付きで、車外のナビゲーション、地デジ、それとキセノンかな、実車時ランプついてます。ちょっとね、パッと車パッと見ていきたいと思いますけどもね、そんなにね、傷はないんですよ、正直言って。まあ、あるけど、その細かいのはもうちょっと省いていっちゃいますんで。はい、まあ、この辺がね、ちょっとちょこちょこっとね、ついてますね。まあそんなもんかな。あと向こう側か、フェンダーがね、少しこうね、擦っちゃって、まあ多分ね、少しやれば取れると思うんですけども、全部はちょっと食べれないとか、多分この中に傷がね、入ってる、線傷が入っちゃってる部分はあると思いますんで、100% 取れないと思います。でここね、これなんだろうね、これなんか物が落ちてきたんかな。車止めとってね、ちょん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 、ここがガリガリってね。あとここにもね、線刻みますが、まあ、なんか物が落ちてきたんじゃないのかなと思われます。まあ、そんな感じかな。あとルーフです。ルーフレールもついてますからね。まあこれから冬になってね、スキーとかスノボーとか、これスキーとかスノボーってあれ3密にならないからいけるんちゃいますか。まあ、3密、まあ、リフト乗り場だからちょっとね、3密になっちゃうかもしれないですけどね。はい、まあマスクはちゃんとしていけば問題ないと思いますんでね。はい、まあ、ちょっとトランプ大統領がね、コロナになっちゃいましたからね、ちょっと心配ですけどね。まあちょっとむちゃくちゃやるしたいですけど、まあ、一応あの人公約結構ね、守ってますからね。で、前後ろから見たフロント席です。ベンツって感じですね。で、ちょっと待ってくださいね。よっ、サンルーフです。はい、サンルーフはちゃんと移動します。で、ね、ハーフレザーシートですね。ここはレザーで、ここが布ですね。ハーフレザーシートです。よいしょ。ちょっとね、前の方行ってみたいと思います。掃除はね、ほとんどしてないんです。もう掃除機かけてちょっと雑巾がちゃちゃって見えるところだけしただけなんで、はい、距離はね、75,060km です。車外のナビゲーションと、あれどうすんだっけ、はいね、この毎回こう操作が違うからね。で、地デジです。バックカメラです。まあ、そんな感じの車です。ね、あとリモコン、それとあれ、あ、ここか、これ ETC ついてます。これ物置ですね、小物入れ。こんな感じでね、なんかよくわかんないけど、これジュースホルダーがないんですかね。ん、え、どうすんだこれ、これだけか。ジュースホルダーが、この車ジュースホルダーないですね。で、灰皿入れですね。ちょっと灰皿今取っちゃってるんで、ちょっとタバコは吸われてます。この車タバコ吸われてますと、あとちょっと動物、ワンちゃんね、乗っけてたかな。あとね、一応メンテナンスの方で故障が2っていうことは出てるんですけども、一つはね、多分後ろの、運転席側のリアドアが、パワーウィンドウ故障です。もう一つなんだろうね、まあ、大したことじゃない。ベンツってね、結構ちょこ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 出てくるんで、意外とそんな大したものじゃなかったりするんですよね。で、ベンツってね、こことかにないんですよ、このボンネットのレバーが。こっちの奥の方にあるんですよね。めんどくさいな、これ。よいしょ。向こうの人たちはね、手とか足とか長いからいいけどね、僕なんか手と足が長くないからね。はい、運転席でーす。
ね、リアシート。あとラゲッジルームですね。でベンツはこれやって、このここにちょっと待ってくださいね、ここにね、バッテリーが入ってますんで、はい、もしバッテリー上がり探しちゃった場合はお気をつけください。まあ、だいたい弱とか呼ぶからね、そんなにあれではないと思いますけどね。助手席側のリアシートです。助手席です。で、ボンネット、ボンネットはね、ちょっと懐かしいよね、これね。ちょっと待ってください、ちょっとこれやりづらいな。のちょっと待ってくださいね。よいしょ。あの引っ張るのはね、ちょっと結構大変な、片手でできないんでね。はい、エンジンルームです。エンジンオンです。まあ、ついこの間まで乗っていた車なんで、まあ別に特に何か不具合があるって言ったら、そのさっき言った部分ぐらいかな。ちょっとね、おしゃれなステーションワゴン、ベンツのステーションワゴン E320 アバンギャルド、ぜひねお客様のもとに届かせてください。そしたらね、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。失礼します。